トイレの中の内緒話。マー君は最近やっと一人でトイレに行けるようになりました。今まではおしっこをしたいとママに連れて行ってもらっていたのです。もちろんうんちの時もママと一緒でした。でも今は少しだけお兄さんになったから一人でトイレに行けるのです。マー君はトイレに行くとき、いつもズボンもパンツも脱いでトイレに入ります。そんなマー君をママが笑って言いました。マー君、全部脱いで入らなくても下げるだけでいいのよ。下げるだけと言われてもマー君にはどうしたらいいのかわかりません。どうしたらいいんだろう。そこでマー君は猫のトラジローに聞きました。でもトラジローはパンツを履いていないので知らないよとそっぽを向いてしまいました。庭につながれている犬のゴンタに聞きました。でもゴンタもパンツを履いていません。それでもゴンタは言いました。足を上げてするんだからパンツは邪魔だよ。マー君はゴンタがおしっこをしているところをじっと見てみました。確かに足を上げています。でもマー君は電柱におしっこをするわけではないので真似することはできません。余計にどうしたらいいのかわからなくなってしまいました。悩んでいるマー君に水槽の中で泳いでいる金魚さんが言いました。お父さんの真似をしたら？そうです、お父さんならマー君と同じようにパンツを履いているはずです。マー君はお父さんがトイレに入るとついて行ってそっとドアの隙間からお父さんのしているところを見てみました。するとびっくり仰天です。なんとお父さんは立ったままおしっこをしているのです。それだけではありません。お父さんはズボンもパンツも脱ぐどころか下げるということもしていないのです。もうマー君の頭は大パニックです。ズボンを下げることも脱ぐこともしていないのにお父さんが開いている足の間からはちゃんとおしっこが便器に向かって出ているのです。それにズボンも濡れてはいません。マー君の頭の中はどうしてどうしてどうしてっていっぱいになりました。マー君はおしっこもうんちもママと同じように座ったまましているのでズボンもパンツも脱いでいるのですから。じゃあうんちの時はどうなんだろう。うんちもパンツを脱がずにするのだろうか。どうやって。お父さんはもしかしたら魔法を使ってうんちをするのかもしれない。そう思ったマー君はもっとお父さんのしていることを調べました。するとうんちの時はマー君と同じように座っています。おしっこを立ったままするくらいですからきっとうんちも立ったままするのだろうと思っていたマー君は
またしてもびっくりしてしまいました。でもママが言っていた「おろす」ということがどういうことなのかわかった気がしました。次からはおしっこをするときは立ったまま、うんちのときはパンツを下ろすことにしました。それでも頭の中はお父さんのズボンを履いたまま、おしっこをしている姿が消えません。ご飯のときも、テレビを見ているときも、お父さんを見ては首をひねってしまいます。その様子に気がついたお父さんがマー君に聞きました。マー君、どうしてお父さんを見ると不思議そうな顔をするのかな。マー君はと繰り返し、やっと頭の中のお父さんの不思議について話し出しました。それを聞いてお父さんはおかしそうに笑うと、真剣な顔になってマー君に低い声で言いました。マー君、これは男と男の話だ。お母さんには内緒だよ。そう言われて自分が大人の男になったような気がしてきました。マー君は強く「うん」とうなずくと、お父さんをにらむように見つめました。よし、トイレに行こう。ちょうどお父さんもおしっこがしたかったところだ。どうやら男同士の話し合いはトイレでするようです。ワクワクしながらお父さんについていくと、お父さんはマー君を一緒にトイレに入れてドアを閉めました。そしてマー君をお父さんの前に立たせました。そこは便器よりも奥で、便器のタンクがあるのでとても狭いのです。でも小さなマー君は困ることもなく、その場所に立つことができました。お父さんは真剣な顔のマー君を見ると、マー君よりも真剣な顔になって言いました。よし、男の秘密を教えてやるからな。これができたらお前も一人前の男だ。そう言うとズボンのファスナーを下ろして、ズボンの中からお父さんはチンチンを出しました。なんとズボンを下ろさないどころか、お父さんはズボンを履いたままチンチンを出していたのです。マー君は自分のズボンを見ました。お父さんのズボンにはファスナーがありますが、自分のズボンにはありません。どんなに男になりたくても、お父さんのようなズボンを履かないとできないことなのです。せっかくお父さんが自分を男と認めてくれたのに、どんどん悲しくなってしまいました。目からは涙があふれ出してきました。どうした？なんで泣いてるんだ？だって、僕のズボンはお父さんみたいにチンチンを出せないんだ。どうして？おしっこを終わってズボンにチンチンをしまったお父さんは不思議そうに言いました。言いながらトイレの水を流します。その水は大きな渦を巻きながらすべてを流してしまいます。マー君はお父さんのようにできない悲しい気持ちも流れてくれたらいいのにと思いました。お父さんはドアを開けると、
廊下にマー君を呼びました。そして座り込んでマー君と目を合わせてくれました。マー君、ファスナーがなくてもできる方法があるんだ。お父さんがその方法を教えてあげよう。お父さんの言葉にマー君はうれしくなりました。ファスナーがなくてもズボンを下ろさないでおしっこができる方法があるなんて、一体どんな方法なのでしょう。お父さんはマー君のズボンを少しだけ下げました。ほんの少しだけ。そしてマー君のチンチンをズボンの上から出してみせました。ほら、これならお父さんのようにズボンを脱がなくてもできるだろう。なんてすごいことでしょう。マー君はびっくりすると同時に、お父さんが物知り博士だったことも知りました。それからはおしっこのたびにズボンを少しだけ下げてみました。最初はなかなか上手にできませんでしたが、毎日毎回一生懸命考えて頑張ったらできるようになりました。うんちも全部脱がなくてもできるようになりました。できるようになってまた一つお兄さんになれた気がしました。ママ、僕ね、パンツも脱がなくてもおしっこもうんちもできるんだよ。今もね、うんちをしてきたよ。大きく胸を張ってママに報告しました。するとママがにっこり笑って言いました。それならもうしっかりお兄ちゃんだね。ママにお兄ちゃんだねと言われたマー君は本当にうれしくて、次もズボンを下げずにおしっこをするぞと思うのでした。おしまい。